皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。平成ジャンプの知念優里さんが、以前放送された桜井、有吉の座夜会に出演しました。実は、知念優里さんと嵐の桜井翔さんの不仲説を検証したそうですが、実際不仲なのでしょうか。また、知念優里さんは同じ平成ジャンプの山田涼介さんとはとっても仲が良いらしく、エピソードもいろいろあるのだと言います。知念優里さんのファンが言うには、平成ジャンプのシングルファンタスティックタイムの知念優里さんは桜井翔さんの癖がところどころ入っているそうです。これはファンタスティックタイムで知念優里さんはラップを披露しているからなのですが、それが桜井翔さんのラップに似ているというのです。それなので知念優里さんと桜井翔さんが不仲ということはないと思われます。しかし知念優里さんは極度の人見知りらしいので、先輩である桜井翔さんとは緊張するのかもしれません。一方で知念優里さんは同じ平成ジャンプのメンバーの山田涼介さんととても仲が良いと言われています。これはファンの間でも有名で、お互いを信頼しているのだとされています。また知念優里さんと山田涼介さんには共通点が結構あるのだと言われています。まず知念優里さんと山田涼介さんは1993年生まれで年齢が同じで、身長も知念優里さんが 158cm で山田涼介さんが 164cm と同じくらい身長が低いそうです。そして知念優里さんと山田涼介さんは学校のクラスが同じだったようで、そのこともあってプライベートでもかなり仲が良いのだそうです。あまりに仲が良い知念優里さんと山田涼介さんは、仲が良いのを通り越して熱愛などというファンの妄想話もあるそうです。ここで知念優里さんのプロフィールを見ていきましょう。知念優里さんは1993年11月30日生まれ、静岡県浜松市の出身です。3歳の頃からダンスを習い、嵐のコンサートで大野智さんがソロで踊っていたのを見て感動し、ダンスを仕事にしたいと思うようになりました。2003年、9歳の時にジャニーズ事務所のオーディションを受けましたが、その日は映画ニンニン忍者ハットリくんザムービーのオーディションも同時に行われており、参加を促されたそうです。ダンスをやりたいと思っていたため、映画のオーディションには乗り気ではなく、眠いことをアピールするなどして小学生なりの抵抗を見せたそうですが、結果的にどちらも合格し、事務所の入所と同時に映画出演が決まり、2004年にメインキャラクターである健一役で「ニンニン忍者ハットリくんザムービー」で映画初出演を果たしました。山田涼介さんのパフォーマンスを見て、この人と一緒に踊りたいと上京を決意したそうです。2006年2学期の終わりに静岡から東京へと居住を移し、ジャニーズジュニア内ユニットキティジュニアに所属しました。その後2007年4月からのカトゥーンの全国ツアーに合わせて結成された期間限定ユニット平成セブンのメンバーに選ばれ、 TBS 系アニメラブコンの主題歌に起用されました。平成で8月1日に CD デビューを果たします。ユニットは当初同番組で主題歌が流れる9月までの期間限定とされていたのですが、同ユニットに新たなメンバー5人を加えて発展させた平成ジャンプが結成されることが9月24日に横浜アリーナで行われたジャニーズジュニアの公演で発表され、同年11月14日にウルトラミュージックパワーで本格的に CD デビューしました。ところで平成ジャンプはアイドルグループですので、大っぴらには彼女がいるなどの情報は厳禁だと思われます。しかし知念優里さんにはこれまで噂になった女性が何人かいました。ここからは知念優里さんのこれまでに噂になった女性についてまとめてみました。一人目はトラウデン直美さんです。現在の彼女ではないかと言われているそうです。トラウデン直美さんは1999年4月21日生まれです。ドイツと日本のハーフで、雑誌キャンキャンの専属モデルであり、最近では目覚まし8のキャスターやコメンテーターとしても活躍するトラウデン直美さん。2021年6月10日付のニュースポスト7が知念さんとトラウデンさんの熱愛をスクープしました。記事によると、5月下旬トラウデン直美さんが知念さんの自宅マンションから出てきたといいます。
二人は共通の知人を通じて知り合い、友人関係だったそうです。しかしコロナ禍をきっかけに自宅で集まるようになり、2020年末頃から距離が縮まったとされています。2021年に入ってから交際を開始したと報道され、もともと友人関係だった2人は自宅でデートをしている様子だといいます。インドア派の2人は体操好きや倹約家であるなど共通点が多く、交際への発展は自然な流れだったそうです。コロナ禍で外出もままならなくなった時期に、知念くんの家でみんなで遊ぶようになり、毎年末に急接近したそうです。思い返せば2人には体操好き、倹約家など共通点が多いので、恋人になるのは自然な流れだったのかもしれませんと知念さんの知人は語っています。この報道を受けて双方の事務所はコメントを発表していません。トラウデンさん側は恋愛関連について発言しないよう徹底されているという報道もありました。また実は2人は報道後の早い時期に破局したと伝える記事もありました。報道ではどうやらトラウデン側の関係者が別れるべきと強い意向を示したらしく、報道直後に破局したと聞いています。そのため双方事務所ともマスコミ対応は行わず、交際報道自体を風化させる対処が取られたのでしょうとしています。双方の事務所は2人の交際を肯定も否定もしない一方で、破局したという確かな証拠もありません。そのため現在も交際が続いているという見方もあるようです。2人目は一般女性です。流出したプリクラに写っていることで発覚しました。プリクラを見ると名前も書いてありますが、かなり不鮮明で、知念さん本人と断定するのは難しそうです。ネット上でかなり出回っている画像なのですが、自作自演という意見もあります。3人目はノンさんです。2013年頃にファンの目撃情報により知念さんとノンさんの熱愛の噂が浮上しました。報道によるとニコラのモデルだったノンさんは、仲が良かったモデル仲間の西内マリアさんに誘われ、西麻布にある会員制バーで行われた食事会へ参加しました。記事にはジャニーズの若手とだけ書かれていますが、ファンの目撃情報により知念さんの名前が浮上しました。食事会はノンさんが持つ雰囲気もあって終始穏やかなムードだったと報じられています。しかし現場の証拠写真などはなく、ネット上の噂のみのため真相は謎のままです。4人目は森川葵さんです。知念さんと森川葵さんは2012年ドラマスプラウトで共演されています。2人は両思いの役を演じており、作品内ではラブシーンもありました。そしてキス写真がネット上で拡散されたことにより、熱愛の噂が一気に広まる事態となります。濃厚なキス写真がネットに拡散されて大炎上しました。実際はドラマ内でのキスシーンだったのですが、森川葵さんの匂わせだったのではとファンの間で今も疑念を持たれているそうです。実際にプライベートでの目撃情報や報道はなく、単なる噂だった可能性が高そうです。5人目は荒井萌さんです。荒井萌さんは多くのドラマや CM などに出演している女優で、現在は荒井美代という芸名で活動しています。2009年頃に荒井萌さんが自身のブログで知念さんに告白して振られたとの内容を投稿したことで熱愛の噂が浮上しました。これがファンの間で拡散され炎上してしまい、ジャニーズ事務所からの厳重注意を受け、ブログは削除されたそうです。実際のブログが残っていないため、荒井萌さんがそのような投稿をしたか確認はできず、噂にはなったものの実際に交際していたのか不明のままです。6人目は佐野日奈子さんです。知念さんと佐野日奈子さんは2014年のドラマ地獄先生ヌベで共演されています。撮影現場での仲の良さから熱愛の噂になりました。2015年10月の千秋さんの誕生日パーティーに知念さんと佐野さんが参加していたと報じられました。知念さんと千秋さんがゲーム友達であることはファンの間で周知の事実です。パーティーには多くの芸人やタレントなどが参加していましたが、かねてより噂の2人だったため親密な関係であるとの決定打になりました。しかしツーショット写真などの証拠はなく、実際に恋人同士だったのか真相は謎のままです。7人目は黒木みおりさんです。
DJ 活動やダンスの振り付けなどを行っていた元アイドルの黒木美織さん、知念さんとの関係が噂されたきっかけは、黒木美織さんが2015年に Facebook へ投稿した内容でした。黒木美織さんは知念さん行きつけのバーでカラオケしたことをアップし、その中にはちーちゃん歌うますぎるさすがジャニーズという文章もあります。このちーちゃんというのが知念さんではないかと言われていました。しかしツーショット写真などはなく、ネット上の噂のみのため、真相は謎のままです。8人目は北野日向子さんです。2人の熱愛が噂されたのは2017年10月の告発がきっかけでした。北野日向子の友人と名乗る告発者が2人が交際しているというメッセージと一緒に、北野さんの裏垢と思われるスクショを添付しました。告発文には、最近平成ジャンプの知念くんと付き合いだしと書かれており、乃木坂46メンバーの悪口を言っているなどと暴露する内容も書かれてあったそうです。それから北野さんはイベントや握手会をたびたび欠席するようになり、2017年11月に体調不良を理由に活動休止しました。休止の理由について、知念さんと交際し北野さんが妊娠したと深読みするファンもいたようです。4ヶ月後には活動を再開していて、妊娠説はデマだったことが分かりました。ツーショット写真などはなく、ネット上での噂のため真相は不明です。ところで、昨年大問題となった旧ジャニーズ事務所、しかし旧ジャニーズ事務所が一歩ずつ再生への道を進んでいるといいます。新会社の名称がスタートエンターテインメントに決まり、新 CEO に福田敦氏が就任しました。でもジャニー喜多川氏の性加害問題の余波は消えません。グループ名を変更せざるを得なくなるケースもあり、退所者やグループ脱退者も続出しています。そんな中でも平成ジャンプは影響が少なかった方でしょう。冒頭に J ジャニーズという掛け声のあるデビュー曲は封印することになりましたが、8人揃っての活動を続けています。昨年はデビュー15周年でした。2022年1月に八乙女ひかるさんが難聴の治療で活動休止しましたが、同年11月に復帰しました。今年1月には全国ドームツアーを完走しました。ファンクラブ内の会員サイトで、これからも8人でグループ活動を続けていくことを動画で宣言し、意気込みを語っています。息の合ったパフォーマンスを見せる彼らは、プライベートでも仲がいいことは有名です。最年少メンバーの知念優里くんは、同い年の山田涼介くんに憧れて中学1年生の時に静岡から上京しました。2人ともゲーム好きで一緒にプレイすることが多いようです。昨年11月には山田くんのインスタグラムで2人一緒にゲームをする姿が投稿されています。最近はスイカゲームにハマっているんだそうです。いかがだったでしょうか。今回は知念優里さんについていろいろと調べてきました。実は知念さんは有岡大貴さんとも親友だといいます。有岡さんが2歳上なのですが、入所は同期で高校も同じでした。ファンの間ではアリチネと呼ばれています。有岡さんは独占したいほど好きなものに知念さんを挙げており、知念さんは有岡さんについてファッションとか音楽とか感性が近いと話しています。ショッピングに2人で行き、おそろの服を買って着るほどの仲良しです。音楽の趣味が近いので一緒にライブに出かけることあります。サマーフェスやブラックピンクのライブに連れ立って行っていました。楽しむだけでなく、終わった後に映像の見せ方や演出手法について話し合っているそうです。サウナ仲間でもあり、裸の付き合いをしているといいます。1月上旬の平日には深夜のバーで密会が目撃されました。僕たちが店に入った時は2人がお酒を酌み交わしていました。そのバーは一人客以外は奥のテーブル席に通すのですが、彼らはバーテンさんと顔なじみだからか手前のカウンターで飲んでいましたよ。雰囲気からは将来の話もしていたようでしたねと居合わせた客の証言があります。感覚があって仕事仲間としてお互いに尊敬し合うのでしょう。2人なら事務所の逆境を飛び越えていけるはずです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。